もともと 2D のゲームを 3D に落とし込む場合などポーズが一緒でも 2D ゲームのキビキビした印象が損なわれることがよくあります。モーション制作ツールはとても便利に作られていて、ある程度のポーズを設定したらあとは勝手に補完してくれるんですよね。そのままだとめり込みなど破綻するところはあれど、それを修正するのもまあ簡単です。しかしそれが便利だけど良くない。仮に 2D ゲームと同じ時間を使った同じポーズでもその中間の動きが印象づくためぬるい動きに見えがちです。例えば原作による構えがこういったポーズ、攻撃がこういったポーズ、これをポリゴン構造のキャラクターで再現するとおおむねこうなります。ミドルキックの位置はゲーム性から少し下げていますが、まあこの動きこれはダメとは言わないけど、いや言うけど、8フレームでキックを出しているのですがぬるんとしてしまう、これは良くないですね。でスマブラスペシャルの製品版ではこうしています。同じ8フレームのキックでも動きの印象が段違いですよね。製品版は切れ味良さそう。ポーズの決め手になる箇所をキーフレームなどと言いますが、そこへの至り方については極端めにしましょう。中割り時間はほとんどなくて良いので構えと攻撃に時間を取ります。できれば元々のキーフレームポーズよりもさらに大きく引き絞るように。これは原作における竜のしゃがみ強パンチによるアッパーカットです。非常によくできたドット絵だと思います。躍動感があって素晴らしい。原作はこの3パターンのみ往復して送ることで表現しています。だけどこれをそのまま CG に落とし込み保管させるだけでは勢いが殺されてしまいます。スマブラではこのようにしました。原作のイメージからそう変わっていないかのように見えますが、まずは最初構える右腕の前腕は原作では最初から前にありました。それはより後ろに引き絞るようにします。この部分のためは結構長め。原作にあった3枚の絵に近いポーズもありますが、ここはそれぞれ1フレームで一気に送ってしまいます。ヒットすれば印象には残るものなので振り抜きはズバッと思い切ってやりましょう。特に最初の1フレーム目が結構異なりますが、原作ではしゃがみからのスタートでしたし、スマブラではより勢いを出していきます。最後のフォロースルーは火と同じ軌跡にしないようにします。まあつまり3枚で往復するように戻る原作とは必然的に異なる構図になりますが、ここもギリギリまで好きなく待機と同じようなポーズは損です。それぞれのゲームに対する狙いがあるから必ずしも動きを飛ばしていけば良いというわけではありませんが、ゲームに見合ったものであるかどうかはちゃんと誇張できているかどうかは常に考える必要があると思います。補完っていうのは間を埋めて補うこと、うまく使っていくべきですが、それによって印象をもっさりさせないように注意が必要ですね。